短命券返上。健康の維持は体づくりから。一緒に楽しく体を動かしていきましょう。日常生活に役立つお家で簡単にできる体操を教えてもらいます。ひろみちお兄さんと一緒に体操。今週もひろみちお兄さんに来てもらいました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日の体操を教えてください。はい、今日はですね、背中とお尻と足をちょっと鍛えていきたいなと思います、うん、はい、はい、こちらにマットをちょっとね、うん、敷いてありますけれども、お家でもね、テレビを見ながら一緒にやっていただきたいなと思います。お家でも簡単にできる下半身を鍛えるトレーニングです、最初はですね、こう手と膝をこうつきます、はい、で足もですね、少し開いて安定するようにですね、足を開いておきます。でこのままですね、足を1個こう伸ばします。で伸ばしましたら、そのまま横に1、2、3、4、このようにですね、足を振る運動、お尻からですね、背中、ももをですね、ちょっと全体的な筋肉を刺激できるように動かしていきたいなと思います。はい、はい、まっすぐでいいです。まっすぐに、はい、イメージは、はい、はい、そのままですね、足を横にグッと少し動かします。2、3、意外と難しいですね。難しいです、ね、これはどこに一番力を入れたらいいんですか。今ですね、その今の姿勢になってもらっていいですか。はい、はい、今ここの筋肉とここの筋肉とここの筋肉と全部力が入ってますね。全部入ってます。はい、なのでどこを意識するというよりも、このかかとをこの上げた時点で、はい、ここ全部筋肉がピッとなってます。はい、でこれをですね、横にこう動かすだけで、はい、お尻全体の筋肉も動きますし、はいはい、背中の方もすごくね、ピリッとなってると思います。なってます、はい、これをかかとを動かすことをちょっと意識してください。わかりました、はい、一直線にしてかかとを動かすですね、はいはい、足の振る範囲はどうすればいいですか。はい、ですね、あんまり一生懸命振ろうとすると自分の体型がこう崩れたり、ね、うん、しますので、もうできる範囲でいいです、はいはい、できる範囲、はい、無理に開こうとするとこう、ね、倒れてしまいますので、はい、そこまで無理しなくても大丈夫です。はいはい、皆さんも自分の体力に合わせてゆっくりやってみましょう。さあ、それではテレビの前の皆さんも一緒にやっていきましょう。さあ、両手をついて片方の足を伸ばします。この時に上げすぎない、なるべくまっすぐ、はい、背中がまっすぐなるように、かかとつま先を横に移動、1、2、3、目線は少し前、5、6、繰り戻して反対の足をぐーっと伸ばして、上げすぎないようにして、まっすぐ、背中がまっすぐなるように、1、2、3、ももの付け根の関節がね、動いていることを意識して、4、5、6、ゆっくり戻して、はい、しっかりお尻の周り伸ばしてください。どうですか、この辺効いてません？この辺にピリピリしますちょっと釣りそうです、ね、ちょっとね、このお尻のヒップアップなんかにもね、なりますので、こうどうしてもね、筋肉がお尻の筋肉もこうね、重力に負けてしまいますので、ちょっと刺激をして上げられるようにね、していただきたいなと思います。体を動かすにはいい季節になりましたね。みんなもいい汗流しましょう。